どうも島田修平です始まりました島田修平のお開運巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますさあ早いですねもう年末ですか、えー、というわけでですね素敵な2024年新年を迎えていただくためにですね皆さんに幸せになっていただきたい開運していただきたいということでぴったりな方来ていただきましたスピリチュアル芸人のパシンペロン早草さんでお願いいたしますパシンペロン早草ですよろしくお願いします、えー、そ手相やってないだろ手 <laughs> たとあとその声も「お願いします」みたいな声ですいいじじっっっっててるのよずずととどどうやらままけあでもねはやぶささんずっと事務所も一緒でねああのまあ、付き合いも長いんですけども、まあ、オーラが見えたりとかあともちろんね占いの方も知識もすごくってでいつもね会うとアドバイスをもらったりもしてるんですけども一回怖かったのがねあの あった瞬間なんか島尾さん腰の辺りにモザイクかかって見えますよ気をつけてねーって言われた翌日にぎっくり腰になるとかねもう数々のねそういうのがあって僕はすごいね信頼してるんでありがとうございます、まあ、今日ぜひね僕のチャンネルの皆さんのためにもですね、はい、え2024年に向けての開運情報、えー、たくさんね、えー、お送りしていただきたいと思います。おお願願いいいたしますお願いしまますす今回あのこちら コラボになってましてはやぶささんのチャンネルの名前がはい開運物チャンネルというチャンネルをやっておりますそちらでもコラボしていただいておりますのでよろしかったらご覧くださいはい、同じ日ですね同時刻に公開になってます皆さん合わせてお願いいたしますそして概要欄貼っておきますチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたしますそうだ島田さんに聞きたいことが一個あったんです何ですか 2024年になるとガラッと変わるかなっていうふうな印象を受けてましてまあ一般的に占いで言われることって2024年まあた年なんですけど辰の時には時代が動くとか転換が起こる変革が起こる激動の時代だよなんて言われたりもしてでまあ昔は中国ではそのたっていうのは本当にいる動物だって言われていたんですけど今考えてみるとあの。 想像上の生き物じゃないですか、うんはい、想像上の生き物が私たちに伝えてくるものって何かなって私はいつも巻き戻して考えるんですよね、うん、で考えた時にあっ個性があるなとか、うん、常識にとらわれてないなとか行動力がすごそうだなとかきっと想像だから人と比べることはないんだろうなとかまさに人知を超えたって感じですよね。そうですねだからタツのイメージって そういういもののがあるので皆さんも2024年っていうのはそういったものに自分を当てはめて考えてもらえるといいかなっていうふうに思うんですよ。うん、であの私の場合は、まあ、もちろん「地中水鳴」とか「星」ですとかいろんなものを取り込んで「行進明学」っていう占いをさせてもらってるんですけど定期的になんか言葉が降りてくるって言ったらうさんくさいというかかっこつけてるというか思われちゃうかもしれないんですけど。 降りてくるんですよ、はい、でそのキーワードっていうのを皆さんにお伝えしたり2024年ってこんな年になるよっていう言い方をしていて、まあ、今収録しているのはちょっと前なので今日ね、えー、10月の27日ですねだからまだそこまで降りてきていないので、まあ、全容は「ブッサンネル」の方で見てください、はい、<laughs> 一応僕もね僕なりには話させていただいてるんで <laughs> 2024年はこうですよなんて話を <laughs> はい。 キーワードっていうのをお伝えすると、まずは下高さ。えー、二千二十年のキーワード、それは成功へのためのキーワードです、うん、成功へのためのキーワードです。高さ。はい。逆にそれを気をつけないと、うん、鳥が風に乗れずに落ちていくみたいなイメージを私はしてしまうというのがありますね。うん したたかさっていうとなんだずる賢いなとか意地悪いなみたいに思いかもしれないんですけどそうじゃなくて自分がうまくその風に乗っていくためにはどういうふうな姿をしていったらいいかとかニワトリのまんまだったらきっと空は飛べないからじゃあこういう体型にしていこうとかこういう翼にしていこうみたいに鳥も考えて進化したみたいなそういうイメージで皆さんも少しずつ自分というものを なんでしょうねブラッシュアップしていってもらいたいなっていうふうに思います。試行錯誤しながらね。うん、はい。で、もう一つ降りてきたキーワードっていうのが、私多分これが一番2024年の重大なキーワードかなというふうに思っていて、世界なんですよ。うん、で、すべてにおいて世界と自分っていうのをいつも紐づけるっていうのが大事かなというふうに思いますね。まああの2024年に起こることとして。 言われてることが日本も新紙幣になるっていうお話があって、ねはい、その新紙幣ってどんな紙幣かって言ったら海外の人にも分かりやすいように要数字が大きくなっているとかそういうふうに時代自体も海外というものとか世界というものを捉えて動いているので自分というものもいつも世界と重ね合わせてほしいんですよ。 だからあの海外に向けて飲食店やってた方コロナとかで失敗しちゃったよなんていうお話も聞きましたけど間違っってなかたたんですんでですすすよ早ぎ時代がでもこれからはそういう考えで皆さんも。 自分の仕事に置き換えたり自分の生活とか性格、うん、に置き換えて考えてもらいたいなっていうのをすすごく思ってますね今ね円安も進んでねあるリゾート地なんかは日本人向けではなく富裕層の海外向けの価格設定でそういうサービスを提供するってところが大当たりしているとか、はい、まあそういうねところもあったりしますもんね。 あのまあ私アウトドアとかも好きですしスキーとかも好きだから、うん、そういうのがやりやすいようにっていう意味で、まあ、負の動産の方ですね何でしょうねバブルの遺産とか言われたような、はいうん、すごく安いものを買ったんですけど買った後に世界っていうのが降りてきてなんんで私はこれを買ったんだろう、うん、今までは例えば私は何でしょうね 保守的なな人間なので海外の方にリクエストは英語喋れないのにあなんか壊そう壊そうとかって思っていたんですけど海外の方にこちらからいろんなアピールをしていけばもしかしたら負の動産で買った私のそういう土地とかももう一回何か芽が出るような活気づくようなことにつながるんじゃないかとか、うん、なんかそういうふうに何かをやったことに対して世界得して考えるようになりましたね。 なんかね、今そういうことで今そういった、ね、物件が売れる土地が売れるってことで値、はい、がが、ね、どどんどん上っってるってる話もありますもんね、うん、でも買ったから上がるわけじゃなくて、うん、そこから自分が世界に向けてみんなで協力して何かをしていくことで自分たちが、まあ、自分たちが潤うだけじゃなくて楽しくなったりとか海外の方も取り込んで楽しくなったりハッピーな世界になっていくのかなっていうふうな気はしてるんですよね。うんうんだからちょっと いつも自分の行動って時代の何でしょうね予感とか直感でやってる部分があって今まで別に家も賃貸ですしそういう買うとかっていうのは何か責任感を負わなきゃいけないからすごく嫌な行動の一つだったんですけど今回まあ値段が安いってのもありますけど。 飛び込んだっていうのはきっと何か意味があるんだろうなと思って自分の今後の動きも少し気になるなっていうふうに感じてますねうん。うんあのね2024年ですよねここ数年本当にもう時代がね生活習慣が考え方がガラッと変わった印象あるじゃないですかいろんなことがありましたよ、はい、で来年こそ2024年は少し安定してほしいなと思うけどもやっぱりじゃあ来年も激動は変わらないってことですよね変わりませんねただ流されないためには 自分がしっかりあれば大丈夫かなっていう確信はあります。あのある方がですね。辰年の辰っていう字。ね、あの上に曲がるという字をつけると、農業の農になるんだよと。うん、だからなんかも、もちろんね、農業も注目されるんだけども、怖いのが。辰という字の上に、雨をつけると。 震える、地震の震という字になるんだっていう。ちょっとだから、激動っていうのは世の中だけじゃなくって。第一も激動しないように気をつけないとねってことを言ってたんですけど。その辺って、まあ、ずっと言われてますけど、怖いですよね。そうですね。うん、まあ、象形文字とかの流れを遡ると、立つって本来震えるなんですね。だから。 あの占い師だけじゃなくて地学の研究者とかの方も24年とか25年が特に地震とか噴火があるんじゃないかっていうふうに言われてるのでそのあたりも世界の情報を見ながら自分たちの情報を見ながら備えるということで、うん、乗り切っていきたいなというふうには思いますねよね。 都市伝説の世界でも2025年の問題山積みで何、ね、か起こるんじゃないかって本当心配になっちゃいますけどもね東日本をあの予言したって言われてる方のちょね書籍でも2025年の7月にもっと大きなことが起こるっていうふうに言われてるのでただいつも私開んで思うことっていうのは怖いで終わらせたらまるっきり意味がないうんそれだったらもう考えんのもやめてって思うんですよ、うん、怖いって思ったら何かのまあ警告って言ったら怖 わせる言い方かもしれないですけれどもあの注意をすれば大丈夫なんだよだからちょっと怖い気持ちになったんだよって自分に言い聞かせてもらってじゃあ防災バッグを持とうとかそうなんですよそれで振り返って考えた時にもしかしたら私は逃げるたたためののをもう一個見つけたのかなと思ったんですよ<ー>、うん、だからもしかしたらそういう行動かもしれないから、うん、皆さんに不動産を買えって私は思わないんですよ。うん 逆にに持っていいる友達と友達達ととなればいいじゃんか <laughs>、ね、だから例えばここが震災が起きやすい可能性が高まっているよって言われたらじゃあ別の地方の友達といっぱい連携を取ってみるとかっていうのでお互い助けけ合っったりしててて生き延びていいいるかなううふうには思いますね今回ねスさんからいろんな、ね、いいことも悪いこともねあ心配なこともあったかもしれないですけどもそれってやっぱ占いとかってそれで落ち込んだり「ああどうしよう」じゃなくって。 ああそうなんだじゃあそうなったらどうしようかっていう考えるきっかけに使うっていうのがやっぱり一番いいと思うんですよね。で結構あの運がいい成功者の方とかって同じような考えがあって何かトラブルが起きた時に反省はしない反省する時間がもったいない何か起こったらじゃあどうしようってもうすぐにじゃあどうしようの対策の方に移ってるから反省してる暇がないんですよねっていう結構ねこういうふうにおっしゃる方が多くてなんかそういう部分っていうのは何か。 社会で人生でで、ね、大変な時代ですけどもうまくやっていく一つのヒントになるのかなぁなんての思いましたね。あと2024年以外で最近すごく気になっていることっていうのがあって、私元々神社仏閣とか詳しくないですし別にそういうところに行くタイプではないんですよあの。 じ自宅から一番近い神社に手を合わせるっていう習慣しかないんですけどどうしても気になるワードっていうのが出てきてそれが一宮なんですよ<ー>で一宮ってその地域で古いとか格式があるとかっていうもので、うん、あのそれぞれの都道府県とかが、まあ、昔に平安時代の皇居たりでしょうかねあの定めて一宮って名付けられてるところがあるんですけどどうしてもその字面が気になってしょうがないんですよ。 だからもしまあ初詣に限らずどこか旅行に行かれた時とかなんかちょっとパースポット行ってみたいなって思われた方はもしかすると2024年以降一宮というところがすごくパワーを下さるかもしれないのでちょっと訪ねてみてもいいかなというふうに思っていますこれ本当にその地域地域でね一宮ってこう調べるとああここの一宮っていうねところはここなんだってすぐ出てきますんでねはい、はい、別に二宮三宮っていうのがそれより格下だとかあのパワーが出て とかそういうものではなくてその一宮って名付けられたのも由来としては謎だったり不明な点があるんですけど単純にその場所が私が気になるというそれだけなのでもしよかったら皆さんも体感しに行ってもらいたいなと思います。えー、いいですすすねねねね名だったらら、ね、各地域にああ、ね、ありりままかかととは名前の由来とか<ー> 私はあの名字が「はやぶさ」っていう珍しい名字なんですけどはやぶさは明宮さんっていう方が祀られてる神社があってそちらに行ってみたら。 何かわからないけど震えて涙が出るとか、はあ、もしかしたら皆さんにもそういう名字とか土地のルーツで感じるものっていうのもあるのかもしれないので一宮と同じように出生地であったり名前の由来がついてそうな神社っていうのも気にして訪ねてみると面白いかなというふうに思います。面白いいい本当に自分の名字の神神社社っっっててて結結構構ああああるるんんですすよね結構ありますねっ神社って全国10万ぐらいあるからかろんな名前があって あるんですよね。自分と同じ名前の神社で、そのお守り買うと。 僕だったらね島田神社とか書いてあるからなんかすごいオンリーワン的な、うん、なんか特別感が出たりもするんですよね、はい、やっぱご縁があるのかもしれないですねぜひ皆さんの体験談とかもねその後聞かせてもらえたら嬉しいですはいいや今回ねたくさんの海運情報ありがとうございましたはいありがとうございました今回ですねコラボさせていただいておりますチャンネル名がはい海運物チャンネルですよろしかったらご覧くださいえ今回ですねえ同じ日同時刻に配信の方しております概要欄貼っておきますぜひ合わせてご覧くださいお願いいたしますお願いします というわけでゲストスピリチュアル芸人のパシンペロン早草さんでしたありがとうございましたありがとうございましたやめろってそれ <laughs> そうだ島田さんに聞きたいことが一個あったんですどうですか私運気が変わるタイミングで手のひらが猛烈に痒くなるんです <laughs> 何の拍手いやこれもう最近すぐタイムリーなまあちょっとこうチャンネルでも話したんですけど、はい、あのー やっぱりこう人生が変わるとか、ターニングポイントで、手が痒くなって、皮が向けてくる。で、気づいたら、手相が劇的に変化してるっていう事例が、結構あるんですよ。そうなんですよ。で、僕もあったんですよ。え。あの、十五、六年前に、初めて手相の本を出す時に。家でパソコンに、こう、日々向かって、半年ぐらいかけて、こう、本を書き上げたんですね。で、その時に、なぜかわかんないけど、人生で初めてぐらい。手の皮がずるずる、ずるずる向けてて。 ってなんだろうなと思って、書き上がるぐらいに治った時に、手を見たら、手相が変わってたってことがあったんですよ。だそういう時なんか、あるんですよね。やっぱりいい風に変わるときに、痒くなるんですかね。それはどっちもあり得るんじゃないですか。怖い。やっぱりこう、人生とか、運勢がガラって変わるときに、やっぱり変わるもので、それはやっぱよくも悪くもだと思いますね。なんか私の場合は。 ななんとなくその石鹸んというか風が変わったなっていうのを感じた時に無性に手がかゆくなって寝てる間もずーっと書いててでしばらくたって手を見ると手相がまるっきり変わってるっていうのがいいつも左左手手手だだけけくくなっってて相が変わっていくんですよ右の手相っていうのが生まれ持った資質で左が今現在を表すどんどん変わっていくなんて話がありますんで<ー>まさにその通りって感じですね。今度ぜひ1回 いやほんとにねぜひぜひ本当にお願ほんとにお願いしますお願いします,すっごい興味深いですね。<music>